パリ航空省2007で展示された CT-7、T-700、T-700 と CT-7 は軸出力が1500から3000馬力のクラスのターボシャフト及びターボプロップエンジンのシリーズである。1967年にゼネラルエレクトリックはアメリカ陸軍の次世代多目的ヘリコプターへの取り組みに対応して GE-12 と呼ばれるデモンストレーション用の 新しいターボシャフトエンジンの開発を開始した。アメリカ陸軍の取り組みは、1970年代に GE-12 の後継の量産機である GE-T700 ターボシャフトエンジンを2機搭載した、シコルスキー S-70 の開発に結びついた。T700 は、1973年に、最初のベンチテストを実施、1976年に、 軍の審査に合格し、1978年に生産を開始した。最初の T700GE-700 はギアを使用しないフリータービンを持ったターボシャフトエンジンである。5段軸流式と1段延伸式の複合圧縮機を持ち、1体のブリスク型の軸流圧縮機が特徴である。最初の2段の固定ステージは可変である。燃焼を改善し、 排煙を低減するための直噴式の環状燃焼室を備えている。二段の圧縮タービンと先端が覆われた羽を持つ二段のフリータービンを持っている。エンジンは高い信頼性を目的に設計されていて、流入した埃、砂、ゴミを分離して弾き出すことが特徴である。T700GE-700 の通常の軸出力は1 2 1 0ットと、 評価されている。T700GE-700 の後継として、UH-60 ブラックホーク R-64、アパッチだけでなく、UH-60 の海軍向けの派生である SH、SH-60CE ホーク、SH-2G スーパーシースプライト、R-1W スーパーコブラ向けに、改善、更新された。なお、t は、イタリアのアルファロメオが、 ライセンス生産契約を結んでおり、ヨーロッパ向けのものは、同社が製造する。実際に、アルファロメオ製の T700 が、民間向けのアグスタウェストランドオータムウィンター101、A101 や、イタリア向けの運費 NH90 で使われている。3発揮の A101 を除いて、これらは、すべてに発揮である。T700 の民間向けのバージョンである CT7 が、 u h 1,、UH、1ヒューイの拡大版であるベル 214ST、UH-60 の民間向けシコルスキー S-70、UH-60 から派生したシコルスキー S-92 に2機ずつ搭載されている。ターボプロップ版の CT7 も存在する。ターボプロップ版の CT7 は、ターボシャフト版と、本体部分は同一であるが、 前方にプロペラギアボックスが取り付けられる。ターボプロップ版の CT7 は、スウェーデンの旅客機サーブ340の派生機種、インドネシアスパニッシュやテックの貨物機カーサ CN-235、チェコの旅客機レッド L-610 に2機ずつ搭載されている。基準となる CT7 から 5A は、離陸時で 1294kW の軸出力を実現した。 1980年代の後半に GE はより大きなターボプロップの T407GLC38 を企画した。これは5段の軸流式と1段の延伸式の複合コンプレッサー15のバーナーによる環状燃焼室2段の圧縮タービン3段のパワータービンを持ち離陸時で最大 4475kW の軸出力を実現した。 i t ト706は CT7 から 8A エンジンに基づいている。現在 UH-60 を動かしている T700 と比較して i t ト706はより大きな圧縮機を持ち高温セクションが改善され完全なデジタルエンジン制御となっている。i t ト706は現在の T700 から 701C よりも出力が最大で30%向上し、 アメリカ陸軍が特殊任務のために制作した MHz-60M ブラックホークの任務遂行能力の向上に寄与した。ありがとうございます。